トロント中心部にあるオンタリオパワー・ジェネレーションの本社ビル。2011年のモントリオール国際自動車商に出展された三菱・アイ・ミエフ。オンタリオパワー・ジェネレーション、ハイドロ・ケベック、PC ・ハイドロなどのカナダ水力発電関連企業が共同出展したもの。オンタリオパワー・ジェネレーションはカナダのオンタリオ州政府が所有する企業であり、オンタリオ州の電力の 約50%を供給している。エネルギー源は原子力、水力、風力、ガス火力、バイオマスである。オンタリオ州の電力市場は自由化されているが、オピジーを所有するオンタリオ州政府が物価安定策の一環でオピジーの電気料金が市場の平均以下になるよう規制している。2008年4月1日からは、オンタリオ州エネルギー委員会が規制を担当している。 OPG は1999年4月に当時のオンタリオ州首相マイク・ハリスが推進した州の電力市場の規制緩和によって設立された。州政府が計画していたオンタリオハイドロの民営化案に沿って OPG はオンタリオハイドロの全発電所の所有権と運用を引き継いだ。ピカリング原子力発電所 r h サンダース発電所出力1045メガワット セントローレンス下半にある。利州だけにある古い水車庫やサンダーベイ発電所、オピジーの主力電源は、原子力、水力、火力の3種類で、風力とバイオマスもいくらか保有している。2014年には、オンタリオ州の電力の60%、82.2TWH を発電していた。ブルース原子力発電所は、発生電力量、設置されている。 原子炉の奇数、稼働している原子炉の奇数において世界最大である。大雑把ではあるが、オンタリオ州の電力の60%は3つの原子力発電所で発電されていることになる。オンタリオ州で原子力に関わる重大事故は起きていない。稼働中運転停止、または解体共同者を言う。ありがとうございます。